こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は日本の常識、海外の非常識ということでですね、バーベキューの話題がたまたま目についたんで、まあそれについてです。日本だとね、普通の住宅地とか、あるいはマンションの一戸建ての、マンションの、1階の庭とかね、あるいは広めのバルコニーとかで、バーベキューやっていいんだろうかと、やったらトラブルになったと、やるバカがいるからどうにかしろというようなね、書き込みが結構あります。これね、ヤフー知恵袋、お庭でバーベキューありなんでしょうかと。いやいや、いい度胸してんねとかね、非常識すぎるとか、まあそういう反応が多かったし、まあ、バーベキューしたらね、隣の人が切れましたというね、この発言小町の発言があったりしました。オーストラリアというのはですね、バーベキューの国なんで、バーベキューはありです。某マンションのまあ、ベランダ、バルコニーでも普通にバーベキューやるし、まあ、あんま狭い住宅地ってないんですけどね、まあ、普通に庭にバーベキューセット置いてある家はいっぱいあります。で、洗濯物が、まあ、バーベキュー臭くなるとかね、窓から煙が入るとかって書き込みありましたけど、逆に洗濯物をバルコニーに干すのは禁止です。これね、風で飛んじゃったりとか見苦しいとかいうことで、日本と、まあ、随分感覚違うんですけど、通りから見えるところにね、洗濯物干しちゃいけないと。で、そもそもね、窓開けて暮らしてる人ってのはあんまりいないと思われますんで、まあ、逆にね、窓開けたとしても、まあ、バーベキュー嫌だったら、バーベキュー始まっちゃったなと思ったら窓閉めりゃ済むことなんで、まあ、バーベキューがダメというのは考えられないです。逆にね、バーベキューの煙が煙とかね、文句言ったら、まあ、喧嘩売ってんのかって感じになりますね。そんなような状態なんで、日本と違って、オーストラリア、バーベキュー、全然 OK と。ね、狭い、バルコニーで隣の家がバーベキューやってても、それは普通のことです。逆に文句を言うと、非常識と。日本の常識、オーストラリアの非常識。オーストラリアでは狭い場所でも、一人黙々煙が行ってもバーベキュー OK。ただし、日本のように、洗濯物を干す。これは NG というのでね。やっぱりところ変わると、まあ、随分変わる常識もあるんだなというので、私もバーベキュー好きなものですから、まあ、バーベキューの話題をちょっとお届けしました。バーベキューの苦情、あるいは洗濯物には十分ご注意ください。以上、転売王堀秀夫でした。